速稼塾の久保です。今日もですね、武漢市市長の会見から読み解くをお届けしようかと思いますけども、結構今回はね、深刻ですよね。この武漢市市長の新型コロナウイルスに対しての記者会見があったんですけども、この記事に書いてあること以外でね、お話しできることがあります。一つはですね、この辺りですね、ずっと下がっていって、武漢市長が言うんですけども、武漢がすぐに情報を発信できなかった、要するに SARS がやばいよっていう風な発信ができなかったのは、上層部が私に発表する権限を与えてくれなかった、要するに、おい武漢市の市長よと、お前この情報を隠蔽しとけよっていう風な指示があったからなんですよね。で、具体的に2ヶ月間、情報を発信するなという風に言われたらしいです。で、最終的な決定は私がしたんだけどねっていうふうに言ってます。要するに、武漢市長には自分で判断して自分で決定する権限はないんですよ。共産党ですからね、上層部の意思決定に従うしかないんですよ、 共産党に入ってる以上は、まあですんで、この回答いいでしょと、まあ私が決定を下したんだけども、それはもともとは指示があったからだよと、権限が与えられなかったよだよっていうふうなことで相反することを言って、まあなんか煙に巻いてるっていう状態なんですけども、これ実質的にはなんですかね、共産党が私にこういうふうにやらせたんだ、共産党のせいだよって言ってるってことなんですよね。で、まだちょっと驚いたことがあるんですよね。で、新型肺炎が始まってから、SARS じゃない、新型コロナウイルスが始まってから、もうすでにね、500万人の武漢市民が、もう世界中に散らばっていったよ、逃げ出しちゃったよってことなんですよ。いや、恐ろしいですね。で、武漢市、2018年未統計で、末統計で、失礼しました。人数がね、1100飛んで8万人いるんですよ。で、この、500万人。すごい人数ですよね。もちろん、流動してる人口もありますんでね、ここに書いてますように。単純に市民の半分が出ていったってことはないと思いますけども、まあ、こういったことが行われてるんですよね。で、新型コロナウイルス、習近平の指示はなぜ遅れたのかっていうことなんですけども、これ踏み込むとまたね、長くなるんですけども、まあ、今回の記事で、お話しできるのは、武漢市の市長がね、やばいなと、自分の町で病気が流行ってるぞ、原因はわかんないけども、これ早く公表して、場合によってはね、交通制限設けた方がいいんじゃないかなって考えたんだけども、中央省庁の方がですね、お前ちょっと武漢市のその危ない情報を流すなよと、混乱するだろうが、で、中国の評判落ちるだろうが、プラス、これは私の予測ですけども、うちの習近平国家主席は日本に国賓待遇されようとしてんだぞと、もし今の情報がこういうコロナウイルスが広がることをね、パンデミックを恐れて日本が中国人立ち入り禁止とかになったら、お前うちの代表行けなくなるじゃないか、なんとかしろよみたいなことがね、もしあったんだとしたら、あ、それはやばいねと、武漢市長も黙っとこうかなっていうふうになったと思うんですよ。でも今になってね、その指示を出して武漢市長に、黙らせたのが、もうね、いろんなことで抑えられなくなってきて、情報が漏れ出して漏れ出して漏れ出して、で、習近平国家主席をはじめとする上層部っていうのがね、多分その武漢市長が勝手に隠蔽したんだっていうことにしようと思って、今ね、一生懸命工作してるんじゃないかなと思うんですよ。で、それを見て武漢市の市長は、お前冗談じゃねえぞと、お前何言ってんだと、お前人にそれやらしといて結局トカゲの尻尾切りするつもりかと、もう分かった、俺はもうね、共産党を辞める、もう共産党をもう脱退するよ、辞任する、離党するっていうふうなことをね、言い出したんですよ。これは私の想像ではなくて、そういうふうにメディアでまた言われてるわけなんですよね。すごいですね。通常ね、中国で生きてる限り共産党の党員ではないといけないんですよ。共産党以外の政党ってのに入ることも、共産党を抜けることもできないんですよ。でも共産党除名ってのはありますよ。除名ってのはいわゆるもう人権剥奪で、さよなら、あなたはもう勝手にやってくださいと、もうバスにも乗りません、タクシーも乗れません、電車にも乗れません、食料の配給もありませんとかね、当然ですけども市民権ありませんみたいな状態になっちゃうってことなんですけども、でもね、この武漢市の市長は市長という立場でありながら、もうね、完全にこれ権力者ですよ。その権力全部いらないから、もうね、勝手にしろと、もう破れかぶれになっちゃってるんですよね。もちろんこの市長にも家族とかね、親戚の方とかご友人いるでしょう。そういうの込みでも、もうやってらんないってことになったんですよ。で、どっかにコメントがあったんですけども、もうね、汚名を着せられることになっても、私はもうこれ情報ね、黙ってることはできないっていうふうに言い出してるんですよね。
おめえか、そうだな、おめえといえばおめえなのかもしれませんけども、でもね、この武漢市の市長の立場、そして一党独裁の共産党というね、巨大な国家のことを考えると、この武漢市の市長がね、権限を与えられずに黙っていろって言われれば黙っているしかない状態ってのも頷けなくはないかなと思うんですよ。ただ今世の中はインターネット時代ですから、一市民とか旅行者とか、それから他の国とね、深い関係を持っている多国籍人民ね、多国籍国民っていうのが、例えばね、お前今中国に住んでるんだけどちょっとおかしいぞと、この武漢っていうところでこんなことが起きてるのに、なんでメディアは報じないんだ、なんで市長は報じないんだ、なんで習近平国家主席は警告出してくれないんだってことで、もうインターネットを通じてね、ツイッターみたいなものとか YouTube みたいなもので世界中に発信しだしたわけですよ。でそういった情報を見て、どうやらおかしなことが起きてるらしいぞと、どうなってるんだこれはということで、世界中の目が向いて、そして情報がどん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 公開されて、もうね、止めどもなくなってきたので、これはちょっと武漢市を治める市長としては認めざるを得ないなと、記者会見しないといけないなと、記者会見を、バーンと出しました。そしたらその時にもうね、黙ってることはできないと、もう俺なんか自分に責任を押し付けられて、結局やばい時には、自分よりもね、上層部の方は逃げちゃって、ともすればね、武漢市市長たる自分に全責任をかぶせようとしてると、このまま抹殺されてしまうんだったらもうね、粛清されても一緒だってことで、本当のことを語り出したのかなとかいうことでございますね。まあそういうふうに今回のこの記事を見ながら、そして他のね、集まってきたデータとかを見ながら、私は考えました。私が考えただけですよ、もしかしたら事実、無根かもしれませんし、ただどうですかね、まあ、何にしてもね、ことが起きてる間は分かることと分からないことってのは混在するもんなんですよ。実際にああそうだったんだなっていうふうに分かるのは、例えばこのね、騒動が収まって数ヶ月とか下手したら数年経って歴史を振り返った時に、ああこういうことだったんだねっていうふうに、もしかしたら池上彰さんのね、番組でやってくれるかもしれないですよね。それから田中敦彦さんの YouTube チャンネルで、新型コロナウイルスは何だったのか、エクストリーム授業みたいなことで、ね、やるかもしれませんよね。さあ、それでは本日は以上ですね。本当になんか、まだまだ全然わかりませんけども、私たちは個人レベルの防御をしていきましょう。それにつきます。では以上です。